1分でわかるエクスプロッシャー。エクスロの強みは何と言っても貫通性能と爆風。雑魚の群れにまとめて当てるようにして使うと効率がいいぞ。爆弾も2発。タワーも2発で倒すことができる。そして一番の特徴は対肩パッド。メインを当てて肩を落とせるのでボムを使う必要がない。レティクルをしっかり箱に合わせて撃とう。蓋の付け根の部分でも OK。 そして今回は一撃で落とすことが可能。蓋の付け根の真ん中をしっかり狙ってみよう。さらに泥シャケ相手にもメイン攻撃で倒すことができる。緑泥シャケが3発、金泥シャケも3発で倒すことができるぞ。しかも貫通性能もあるので金泥シャケのドスコイの群れを巻き込みながら攻撃することもできる。泥シャケはエクスロにお任せあれ。それでは良いエクスロライフを。